間を通す脇坂、さらにパスを回していきます。上り坂を加えながらのパスワークですが、ここはスルーしました。山根が上がっていく、家永はそのまま左足のシュートだ。キム・ジンヒョン、まだある。いやー、ギリギリのとこ狙っていきましたね。森田がゴールキーパーの前です。ジェジー、ゴールキーパーキム・ジンヒョン。坂本の左足ヘッドだ。ブルーノ・メンデスです。これも少し後ろ気味のボールでしたけども、セコのクリア、上り座とハイボール、脇坂、グランダのボールだ。ノンゴールか、痛恨、先制点は川崎です。ボール脇坂選手ですけどね、非常にまあ相手が処理、間を通して家永、浮き球を使う小林、これが家永小林優の得意な形でもあります。中3枚入っています。ゴール前奥野だ。黒子の一撃、セレッソ同点に追いつきました。さあここは大島の右足アウトスイング、クリア、ミドルで打っていく、キム・ジンヒョン、こぼれ球、レアンドロ・ダミアンだ。入った直後のファーストプレー、レアンドロ・ダミアンのゴールが生まれました。川崎一歩前に出たとですよね、これが全てですよね、まあ、よく詰めてましたよね。そうですね、まあ、オフサイドでもないですし、奥野に代わって高木、そして藤田に代わって木本、さらに柿谷もいますが、ここで脇坂からのボール、山根シュートを打つか、片山粘り強いディフェンスをしますが、ここで空いている、真ん中を崩されました。最後三笘が仕留めました。なんとなんと連続得点川崎、まあ、ここ取られてもまた取り返してっていうところの、ね、しぶとさもありますし、まあ、この最後の三笘選手